皆さんこんばんは、おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか？本日も前回に続きこちらアンバニク社さんから出ています Win600 のブルーバージョンの、ご紹介の続きをやっていこうと思います。一番初めに外観ですね、外観のレビューとかを完全にもうずっとレビューをして、次にベンチマークですね、ベンチマークテスト結果を、お見せしました。まあ、やはりその CPU は基本的に同じということで、メモリー量が多くなってもあまりね、こう数値にあまりというかもう全くって言っていいですね、全く数値に差は出ませんでした、残念ですが。ですので、まあ今回からちょっとずつやっていくゲームの動きの違いですね、この辺が一体どうなってるのかっていうところはちょっと楽しみに見てみましょう。1回ではさすがに量が多いのでちょっとずつ紹介していきますんで、そこはご了承ください。それでは、Win600 のブルーバージョンのベンチマークテストの、ベンチマークじゃ、ゲームテストですね、ゲームテストどんどん見ていきましょう。あとはちょっとマウスとかガンガン使いたいんで、ちょっとこの USB をちょっと上に挿してプレイするのだけ、ご了承ください。
広島カープ対西武ライオンズ。竜拳竜巻旋風脚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 
が悪かったな。
Thank you.
試合開始です。実況は私、世界の松下がお送りいたします。プレイボール。広島市民球場、ぽつりぽつりと雨が落ちてまいりましたが、試合はどうやら行えそうです。タイガース対カープ、まもなく試合開始です。実況は私、松下健二がお送りしてまいります。1番
った。ワンストライク。ノーボール。さあこのカウントからどう攻めるか。カウント。ツーストライク。ノーボール。打ちました。どうやらスタンドに入りそうです。打球の行方にご注意ください。当たり損ね。おお。入れました。ファウル。さあキャッチャーは何を要求してきますか。左中間真っ二つ。二塁へ。セーフ。ツーベース。セカンド。オーアウト。ランナー二塁。セカンド。初球攻撃。四。一塁へ。ワンアウト。セーフ。三番。ワンアウト。ランナー三塁一。難しい球を打ちました。詰まった当たり。4番サード。ツーアウトランナー三塁。背番号。当たり損ね。おお。入れました。ファウル。ツーストライク追い込みました。さあキャッチャーは何を要求してきますか。一塁へ。スリーアウトチェンジ。1回の表終わりましてカーブ無得点です。
ということでいかがだったでしょうか。見てきていただきましたのはアンバー肉社さんから出ています、Win600 の、ブルーバージョンですね、メモリーが 16GB の周波数が 3200MHz で SSD の容量が 1TB という、まあ、結構フルマックスに近い状況の、バージョンのものです。でいろいろ見ていただきました。でまあちょっと解像度系のやつでお伝えしますと、 PS1 がですねいつも通り DAC ステーションですね、 DAC ステーションを使用してます。でトバル2の方が7倍、解像度なんと7倍でやりました。でただしやっぱ要所要所でちょっとだけジャリッとするところがあるので、まあ6本とは ×6 ぐらいがちょうどいい感じにできると思います。でなんとアインハンダー、こちらは 4K 解像度の9倍でやりました。これはびっくりした。オープニングはちょっとじゃりってたんで、ちょっと無理かなと思ったんですけど、ゲーム始まったら結構9倍でもスイスイ遊べました。まあ、ただし、ボスなんかが出てきて、ポリゴン数が画面の表示に増えるともしかしたら、やっぱり9倍では厳しい部分も出てくるかもしれませんが、それでも9倍はやばいです。ただし、正直言って PS1 はですね、もう4倍解像度ぐらいがマキシマムかなと。あくまでこれはもうどんだけその筐体に負担かけれんのかっていうことの問題になってくるんで、まあ、一つの、まあ、ただ指針として見てください。で、モデル3は相変わらず遅いですね。ただし、前回の、3050E ですね、こちらの 8GB バージョンと比べると、多少早いなとは思いました。で、これ実は、他にナオミのダイナマイトベースボールですね、デムルの方も試したんですが、こちらもね、多少ですけども早いです。なので、やっぱりね、メモリー増量と周波数増量っていうのはね、多少なりとも、やっぱ改善させてるんだなと思いました。これは結構前回もテストしてたんで、これはね、とても感じましたね。特にゴツゴツに重いその辺が、改善してるのはちょっと面白かったです。で、PSP はですね、リッジレーサー2が、レンダリング解像度6倍、アップスケールレベル3倍でやりました。で、ほんのちょっと、1周目の飛行機飛んでいくところで、ちょっとだけじゃりってたり、あとトンネルの入り口ぐらいでちょっとじゃりってたりとかしましたけども、まあ、ギリギリ攻めていける範囲でした。で、ワイプアウトの方はですね、レンダリング解像度5倍、アップスケールレベル2倍であんな感じです。で、本当にガーッと車が集まり合って一斉に爆弾飛ばしたりすると、ほんのちびっとだけみんな気づかん程度ぐらいはじゃりってましたけど、まあ、無難に遊ぶことができました。ただし一面以降はちょっと試してないので、そこはわからないですけれども。という感じでした。で、あとですね、結構誤報って言ったらおかしいんですけども、多分あまりパソコン知らない方とかが、セガサターンがあんまり動かないとかっていう情報がちょっとね、出てるんですよね。海外しかり、日本でもポロッと見ました。それは、レトロアーチ使ってるからです。レトロアーチを使うと、まずレトロアーチ分でメモリー持っていかれるんですよね。で、その先のコアっていう、まあその言うたら簡単にすると、どのエミュレーター使いますかっていうところが、多分多くの人がヤバ三四郎を使うと思うんですよね。あとはまあビートル。まあビートルははっきり言うとほとんど無理ですけども。で、ヤバ三四郎っていうものは、Android 版よりも Windows 版の方が僕も試した結果、非常にいい方向にはいってると思います。ただし、レトロアーチのコアっていう状態になるとですね、本家のエミュレーターよりも性能落ちるんですよ、当然ですけども。で、それは、レトロアーチ時代にメモリー持っていかれてるのもありますけども、その、レトロアーチ用に、なんていうかな、適正化されてるので、本家のエミュレーターの性能そのままっていうにはいかないんですよね。で、本体にパワーがあれば、まあ、例えば、アヤネオとかぐらいになれば、そういうものもパワープレイで持っていけるんですけども、残念ながら Win600 は、非力なんですよね。うん。で、非力になると、はっきり言って、レトロアーチを介してのセガサターンっていうものは非常に遊べる幅が狭まります。それは、性能プラス、ヤバ三四郎の互換性の低さです。で、うちがいつも紹介してるのは SSF という和製のエミュレーターなんですよね。これがもうセガサターンの中ではもう群を抜いて、ヤバ三四郎なんかがもうはっきり言って、桁違いって言っても過言じゃないですぐらいの、再現度。たまに、引っかかるゲームありますけども、ほぼないって言っても過言じゃないです。うん、なので、SSF をちゃんと使えば、この Win600 を持ってすれば、SSF がちゃんと対応してるというゲームは、100% できるって言っても、いいです。
うん、僕もかなりいろんなゲームセガサターンでは試してますけども、遊べてます。唯一ちょっと、まあ、あれはどうなるの、うん、まあまあそんな感じですんで、なので何かその Win600 でセガサターンが重いとか、っていうのははっきり言ってちょっとありえない話なので、それはまたちゃんと適切なエミュレーターを使ってないからそうなってると思ってください。なので Win600 はその辺もしっかり動かすことができます。で、まあ、これ以上の、次、次回 PS2 と、ドルフィン関係ですね。Wii と、ゲームキューブか。で、まあ、PS3 は厳しいと思うけど、PS3 というちょっと設定を駆使して見ていかないといけないやつは、まあ、次回、お見せしていきますんで、お楽しみにしてください。ただし、そんな期待せんといてください。はっきり言って前も言いましたけども、Win600 では PS2 とかもう動いたらラッキーの超おまけって思ってもらった方がええと思うんで、ちょっと今回は、別途にしましたんで、次回をお楽しみください。で、あとちょっとね、一個ずっと長くプレイしてて気づいたこと、ちょっとね、汗とかが手にこう溜まってくるじゃないですか。僕このテストするのだけでも2時間以上ゲームしてるんだけど、ちょっとね、指紋は目立つかなと思いました、このブルー。うん、永遠のブルーでがゆえに、指紋はちょっと目立つので、その辺はご注意した方がいいと思います。白なんかは全然指紋目立たないですけどね。で、こちらの、Win600 のブルーバージョンですね。まあ、フルマックスって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど、まあ、ほぼフルマックスに近い。性能で言えばフルマックスですね。メモリーの 16GB 3200MHz なんで、まあ、性能的にはフルマックスの状態のものですが、現在66,599円で発売中です。アマニックの公式サイトです。で、送料が現在2,400円かかるようになりました。これは、外箱がでかいからですね。あと、重いのと。なので、実際は68,999円なんで、まあもう7万円弱ぐらいの金額ですね。この辺は、まあ今回の性能とか、まあ動き見て、あとはまあこの限定、現在は限定カラーになってます。このブルーバージョンのやつでしかブルーは選べないので、まあこの限定カラーの良さ等を、まあどのように考えるかですね。あとはまあ保証関係。他の3050でも裏バラして、あの SSD とかメモリーは変えれますけども、保証の幅がまあちょっと狭まってしまうので、まあその辺ちょっと嫌だよ、でも容量大きいのがいいよっていうのは、こちら一択になると思いますんで、よかったらその辺は参考にしてください。この動画で初めておじいさんのこと知ったよーってしたら、チャンネル登録していただくと嬉しく思います。で、商品リンクは動画の下の概要欄のところにありますので、そちらから飛んで、Win600 の、ページに行くんで、3050E のブルーっていうやつを選択すると、こちらを購入することができます。よかったら参考にしてください。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。